本県においても、連日のように100人前後の新規感染者が確認をされており、8月の新規感染者数はすでに2500人に達するなど、感染拡大に歯止めがかからない状況にあります。内堀知事は先ほど開かれた対策本部会議で、県内の感染状況について、このように話し。県独自の集中対策について、 感染の急拡大が続き医療提供体制の逼迫が深刻になっているとして来月12日まで延長することを決めました集中対策ではまん延防止等重点措置が適用されている福島市、郡山市いわき市を除く56市町村で酒類を提供する飲食店などに対する営業時間の短縮や 住民の不要不急の外出自粛が要請されています。こうした中県内では昨日いわき市で25人郡山市で24人、福島市で18人など合わせて110人の感染が確認されました。また、新たなクラスターも相次いで確認されています。会津坂下町の事業所の社員寮では、昨日までに従業員合わせて10人の感染を確認。また。 猪代町の事業所でも従業員10人がさらに県南地方の事業所でもきのうまでに7人の感染が確認され新たなクラスターとなりました入院は368人でそのうち重症は17人病床使用率はステージ4の57.8%で自宅療養は489人となっていますこうした中、県は、 感染拡大が続くいわき市に、県内で初めて入院待機ステーションを設置し、明日から運用を始めることを明らかにしました。入院待機ステーションは、入院受け入れが逼迫した場合、主に夜間、一時的に患者を受け入れる施設で、市内の医療機関内に受け入れ病床を5床用意します。また、いわき市では軽症者を受け入れる宿泊療養施設を増やし、 病床を60から126に拡大するということです。